孫順義は、韓国の俳優、大田広域市出身。ヒストリー D&C 所属1985年9月19日、中世南道大徳軍に生まれる。兄と妹が一人ずついる。本願は、オンツ。小学校一年生の頃から、ショートトラックスピードスケートをはじめ、大田広域市代表として、大韓民国全国体育大会に3回、出場したこともあったが、 膝の負傷により、中学校2年生の時選手生活を断念。2005年、聖金館大学校経営学科に入学し、大学在学中の2008年に、映画、三派天運命、その愛で映画デビューを果たす。その後いくつかのドラマに出演し、2010年、人気ドラマ、ときめき、聖金館スキャンダルの主要キャストに抜擢され、人気を獲得する。 根の深い木では若き日の清掃を演じた。2012年には、テレビドラマ、優しい男、映画、私の狼少年に出演し、大ブレイク。私の狼少年では、狼少年のチョルスを演じている。2013年陸軍に入隊し、2015年除隊。復帰後初の作品である、太陽の末裔への誘詩人役を務め人気を博し、 2016年 KBS 演技大賞大賞を受賞。2017年10月31日に太陽の末裔で共演を果たした孫平漁と結婚をしたが、2年待たずして2019年6月26日に離婚となった。ありがとうございます。